田川ちいところばい。今回ご紹介するのは福岡県田川郡福智町にあるものづくりラボ。ここは福智町の図書館内にあるんやけど、中にはレーザーカッターや 3D プリンターなどの機械がたくさん。自分の作りたいものを何でも作れちゃいそう。創作意欲が湧いてきちゃうよね。今回はオリジナルのタグとブローチ作りを体験したよ。まずはタグ作りから。パソコンでデータを作成したらレーザーカッタースタート。すっごい勢いでデザインが彫刻されていくよ。見ててとっても楽しい。彫刻したところに好きな色をペタペタ塗ったら、はい、完成。お次はブローチ作り。好きな絵に完成をイメージして下絵を描くよ。糸を選んだらパソコンにデータを入れてスタート。あっという間に可愛いブローチができちゃった。機械を自分で使うには有料の講習会を受ける必要があるんやけど、定期的にワークショップが開催されおるけん、まずはそちらに参加してみるのがおすすめ。今日も最高に楽しかった。観光情報誌ハッチもチェックしてね。